ホールマです。で今日は留学生の休日ということで15時ぐらいなんですけど、朝8時半ぐらいに起きてからさっきまで編集してて落ち着いたので今日初めてのご飯をいただきたいと思います。ということでいただきます。これ美味しいんかな。私なんかレモンティーとかそういうの飲めん系がちょっとビクビクしながら買ったんですけど、レモンティーみたいな感じ。でもレモンティーよりなんか薄くて飲みやすいかもしれん。めちゃくちゃ好きな味っていうわけではないけどでも全然飲みやすいです。紅茶系が私苦手なんですけど飲めます。これはいただきます。おいしい。昨日の夜6時半ぐらいに食べて久しぶりのご飯って感じ。なんかいろんな人が応援してくれてるからあんまり人生で留学できることとかもねないので、あのうちになんかたくさんいろんなところ行こうかなと思います。その分体力はたくさんいるんですけど、今日ほんと暑いな。やっぱ卵が一番好き卵って体にもいいしさ、美味しいしいいことしかないよね。気持ちいい。こっちは卵が高い気がする。乳製品とかも高い気がする。今食べてるクタルトオリジナルなんですけどめっちゃ美味しい。ね、小豆も美味しかった。普通にアップルシナモンも美味しかったから全部美味しかった。好みかなと思います。私的にはあでもどれも好きやったな。桃いただきます。おいしい。セミが鳴いてますね。とりあえず編集最後まで終わらせて韓国語の勉強しようかな。ごちそうさまでした。